俺が、イギリスで史上大、最も一番ピンチに立った話と、それを救ってくれた救世主のね、物語があって。え、それこそあれだよね、前回マンチェスターに行って帰りの、 え帰りがババススだだだっったたんんよよね夜行でです俺と伊藤とヨップ3人で帰ろうっつって夜行バスに乗ってもう4時間ぐらいこと,こと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 帰るわけでございますで途中ねあのサービスエリア寄るんですようん、うん、まあこれは日本と一緒だね、うんえー、でまあもう基本的に俺は英語わかんないからあ軽く止めるよみたいな感じでまあ日本と同じだと思うなう,う,うん んで、その時伊藤は爆睡してて、えー、で、俺とヨップがいて、まあ、サービスエリアだし、せやけから、まあ、ちょっと休憩すっか、つって、うん、もう、タバコだけ持って、そう、タバコす。 で、まあ、結構みんな、運転手もバンバンタバコ吸ってたからて、その辺で。混ざってタバコ吸ってて。ああ俺ちょっとトイレ行ってくるわ、っつって。うん。一人で。で、ヨップが、あ戻ってるわ、っつって戻ってて。で、まあ俺は、のんきにお小水をかましてるんですけれども、そこの裏で大ピンチな事件がどうやらあったらしく。はい。えその時のバスの運転手がですね、よし行くぞと。うん。もう俺がいないのに、はい。行くぞ、っつって。 いや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 と。でも本当に発信しそうになって、ブレーキ、アクセルでやろうとして。そこでヨップが、いやすいませんと。ちょっと今、あの、俺の友達がトイレ行ってるんですって。うん、あいつも英語喋れないから、なんとか絞り出した英語で止めようとしてたら、うん、運転手がブチギレて、いやいや、<laughs> 俺ら、俺5分しか止まらねえって言ったよなと。うん、いや、そんなんダメだ、置いていくに決まってんだろうと。うん って言って、ブチギレで無理やり発信させようとして。それでも、いや、本当に待ってください。もうすぐ来るんで、もうすぐ来るんでって、ヨップは立ち寄下がるんですけど、そしたら次はもう、バスの、あの、お客さんたちがブチギレて、いいから早く出せと。もうそんなやつ知らねえと。早く出せ、早く出せ、ブーイングになって、もうバスの運転手も、もう行こうとしたんだけど、その、閉まる扉のところにヨップは体をね、出して、無理くり発信させないようにして。 それで、もう早く来い早く来い。それ上俺はのんびりして、おしっこ出し終えて、ほふほふしながら行ったら、ヨップが、もう早く来い早く来いと言って、なんとか俺はバスに乗れることができたと。そうなんですよね。もうそのヨップのボディーブロックがなければ、俺、わけ分からん、どこかも分からない、わけ分かんない場所で、 あの、タバコしか持ってない状況で置いてけぼりになったんですよね。<laughs> 財布携帯なし。そう、財布携帯なしで。タバコだけ。そう。<laughs> っていうことで、ヨップがね、もう本当に本当にね、うん、守ってくれたんですよ。はいえ。ちなみに伊藤はずっと寝てた <laughs> 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 いや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 そう。そんなの知らんしで、ね、ブーイングが起きたな。<laughs>